皆さん、こんにちは。私は、レック東京リーガルマインド、専任講師の、南秀和と申します。本日は、レック東京リーガルマインドで学ばれて、で、国家資格キャリアコンサルタントの試験に合格された方の、インタビューということで、私の方が担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。では、ですね、今日の、インタビューさせていただく方を、ご紹介させていただきたいと思います。今日ね、お越しいただいていらっしゃる方は、中島圭介さんです。中島さん、こんにちは。こんにちは。ですね、私の方から、ちょっと簡単にご紹介させていただきますと、中島さんは第18回目の、国家資格の試験に、合格された、レックの受講生さんということで、中島さん、一発合格で合格されたんですよそうね。ですね。そうですね。ありがとうございます。どうもおめでレッとうクございのおかまげです。す。ありがとうございます。嬉しいです。なかなか、受かるのが決して無理な試験ではないとはいえ、一発合格ね、されたということで、今どうですか？合格されて、ご気分というか、もうだいぶ経ちますけど。そうですね。正直に言うと、最初もうホッとしましたそうなんっていですうか。感じでした。ほっとされた。実はね、今日、私、大阪から入ってるんですけども、中島さんとは、神戸、ね、本校で、私も、何度か担当させていただいてて、今日が初めてではないんですけどもね、そうですね。いつ要も、素講座の方で。いつも一番後ろの方にね、お座りになられて、で、皆さんをこう温かく見守るような、なんかちょっとこう、お父さん的な雰囲気を教室の中では醸し出して、出してらっしゃった記憶にあるんですけどね、そこから考えると、なんか、ほっとしたっていうのはね、なんかちょっと私自身はちょっと意外だなっていうね、もうなんかこう、自信満々でね、挑まれたのかなというふうにね、思うんですけどね。じゃあ、なので、その辺もね、ちょっと今日いろいろとお話、お伺いさせていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね。そしたら、中島さん、現在の、お仕事を、差し支えない範囲で結構ですので、お教えいただいてよろしいですか？手前味噌になってしまうと言ったらあれなんですけれど、レックの方のですね、公共事業でちょっと働かせていただいてまして、昨年度もそういう公共事業の、部分で働いてたんですけど、より今年度に関しては、他の資格というよりかは、今年度はどちらかというと、対人支援の関連する、公共事業に、ちょっとご縁がありまして、そちらの方に行かせて、より、なんていうんですかね、キャリアコンサルタントを取った後の、行かせる方向に行ってますかね、と思います。そうなんですね。先ほどもお話しましたけども、私と中島さん、今日は初めてではないということで、講義の中でも、中島さんの、お仕事とかお伺いしてたんですけども、このレック東京リガルマインドってね、資格取得だけではなくって、いわゆる厚労省であるとか、いろんな労働局からの委託事業っていうものをね、受託して、で、それをね、私たちがお手伝いさせていただくっていう部門もあるんですけども、なので、その公そう共です事業ね。のところで、中島さん、頑張ってらっしゃるということなんですね。そうですね。そうですね。そういうレックさんとのなんかお付き合いのきっかけとかって何かあったんですか？これはキャリアコンサルタントの話にはなって、ね、今日のはあれなんですけど、もともとは
社会保険労務士っていう仕事、資格を持って、まあ、その合格っていうか、受験自体から、もっと言えば最初は何かな、ファイナンシャルプランナーかもしれないですけどね。そういうような資格とかで、勉強するときにレックさんにお世話になったりとか、そういうところから身近なってがあったんですね。そうなんですね。はい。結構ね、受講生の方でね、そういった対人支援の、ね、お仕事したいなんてね、いうお話、よく私もこう投げかけられるんですけども、ね、なので、よく私なんかも、先生、南さん、どうしてレックさんと付き合い始まったんですかみたいな感じでね、こう聞かれることがあるんですけど、中島さんはそしたらいわゆるこうファイナンシャルプランナーであるとか社会保険労務士とかっていう、はい、そういったライセンスの講座で、まあ、レックさんとのこう付き合いが始まって、で、はい、そこからまあお仕事につながったっていう、そういうような形でしょうかね。そうですね。なんか身近な存在にどん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 なっていって、そういう感じで、はい、教室が近くにあってみたいな、そこからなんかそういう方向でお仕事までちょっとつながっていって、はい、今はお世話になってますかねという感じです。ね、やっぱご縁って大事ですよね。そうですね、はい、ね、何こう、そのご縁がね、どういうふうに発展していくかってね、本当にわからないですよね。そうですね。ありがとうございました。そういたしましたら、はい、ね、先ほど対人支援のお仕事が、まあ、結構今ウェイトを占めてきてるなというふうに、まあ、おっしゃられてましたけども、まあ、数々の資格を、ね、お持ちのようなんですけども、まあ、私からこう私がこう考えるにもう十分、ね、社会保険労務士だけでも食べていけるんじゃないかななんてね、思うんですけども、はい、まあ、そこであえてまたこうキャリアコンサルタントの資格を目指した動機なんかをお聞かせ願っていいですか？あ、そうですね。まあ、その社会保険労務士のお仕事でも、その、まあ、そういう、うん、相談、まあ、そうですね、アドバイザーみたいなことっていうかですね、電話の応対であったり、ご質問をお受けしたりっていうようなこととかありましたけど、その時にやはり会話というかですね、うん、まあ、まあ、ご相談に来られた方とかの電話の、その、まあ、受け答えであるとか、そういうようなことをよりちょっと真剣に捉えていきたいなっていうのが最初のもともとのきっかけで、キャリアコンサルタントに、はい、行ったかなと思います。傾聴っていう言葉がすごく学ばないといけないものじゃないのかなと自分の中で思ってまして、そこから入りました。そうなんですね。まあ、社会保険労務士さんってね、はい、まあ、企業のね、社長さんのサポートをしたりとか、あと、労働者さんからのね、ご相談にこう応じたりとか、まあ、要はどちらにしても経営者側、いわゆる労働者側、どちらの方にしても何か問題を抱えてらっしゃる。何か問題があるから、ね、はい、そこで傾聴っていうものをちょっと必要だなっていうふうにお感じになられた。そうですね。ね、そこでちょっと気づきがあられたわけですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、でそしたら、まあ、そういった労務士のお仕事だけでも十分ね、やっていけるんだけども、さらに自分のスキルをアップしたいなということで、まあ、キャリアコンサルタントを目指された。で実際に、それを資格で取られた。で今はその対人支援というお仕事がウェイトを占めてきているというお話もありましたけども、今後じゃあそのキャリアコンサルタントの資格をどんなふうに生かしていきたいななんていうふうに思ってらっしゃいますか？これはまあもう個人的な意見なんですけれど、まあ、どの資格でもそうだと思うんですけれど、やはりそれを取るのが目標になってしまうのがなんとなく嫌だったりしましてですね、やはり取った以上は何かそれを生かすというか、取ることだけが目標になってしまうのはちょっとなんか私は寂しい感じがする人でして、それを使ってやはりそれをちゃんと、まあ、なんていうんですかね、取ってそれをお仕事として、まあ、プロフェッショナルとしてやはり自覚を持ってやれるように
ていうことを常々、まあ、引いて言えば最終的には、まあ、最終っていうか途中段階で報酬というものも、まあ、得るっていうことも、それに見合うだけの自分の仕事をね、きちんとやはりやっていくべき、そのことによってやはりその仕事の質とも上がっていくと思いますし、ひいてはその、まあ、キャリアコンサルタント自身の名前というのもね、その信頼度とかそういうものも上がっていくと私は考えますので、そういう意味で言うと、お仕事としてそのこれから、まあ、どんどんその報酬を得るっていうこと、まあ、その報酬を得ることが一番最前線に来るわけではないですけれど、理念を大切にした上で、まあ、報酬も適切に、まあ、いただく、まあ、単なるボランティアだけで終わるっていうこともなんとなく違うのかなっていうふうにいつも考えるんですね。ありがとうございます。今ね、中島さん、報酬を得るっていうね、言葉もありましたけども、やはりボランティアっていうものだとやっぱりこう責任が曖昧であったりとか、ね、そうですね、そういう部分があると思うんですけども、私たちが国家資格者ですよね。そうなんですよ、ね、なのでちゃんと対価を得て、でその分をちゃんとクライアントさんなり、ね、そういったこうご相談来ていただいた方にこう返すっていう、ね、そこがやっぱり、そうですね、うん、でそこで社会に貢献してるっていうふうにね、それすごく素晴らしいお考え、ね、お持ちだと思います。ありがとうございます。いや、そういうことがね、自分自身っていうか仕事の質もね、やはり成長していくものだと思いますので、うん、そうですね。で、もちろんその、ね、ご相談来ていただいた方に、ね、もそこで気づきとか、ね、促しっていうものをして、で、冷静な、ね、良い意思決定をしていただいて、で中島さんご自身も成長していかれて、であと、そうなんです、うん、あと先ほどキャリアコンサルタントという、ね、ものの、ね、いわゆる知名度的なものも、ね、はい、こう分けていきたいっていうような内容の、ね、お話もありましたけども、どうですか、キャリアコンサルタントってまだまだ知名度低いですよね。そうですね、先生、南先生おっしゃるように、そのやはり難しいのかなと、うん、思いますね。まあ、社会保険労務士っていう仕事でも難しい部分はあるとは思うんですけれども、それでも、まあ、諸先輩方が、まあ、やってこられてだいぶちょっと知名度が上がってきたかに聞いてますが、キャリアコンサルタントはやはり、まあ、まだ歴史がそこまで経っていないっていうことと、もう一つその、まあ、独占業務があるわけではない、この国家資格がないとできない、やっちゃいけないという仕事がないということの難しさはあるとは思うんですけれど、なかなかそのね、仕事として成り立たせるのがすごく難しいのかなというふうには思いますね。うん、そうですね。これからどんどん多分変わっていくと思いますんでね。なの で, そうです、ね、私も頑張りますんで、ぜひ中島さんもキャリアコンサルタントの知名度アップ、地位向上に向けてね、ね、お手伝いでしていただければありがたいんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではね、そのキャリアコンサルタントの資格、まあ、中島さんの場合はもうその前からレックさんとお付き合いがあったっていうね、まあ、つながりがあったということなんですけども、ね、まあ、それでも他にもいろいろな養成講座してらっしゃる団体があったと思うんですけども、まあ、あえてそこをレックさんを選んだ、で、あと、それ、レック、まあ、選んでよかったなっていうのが、もしあれば、何かお伺いできればなと思うんですけども。そうですね、まあ、ちょっと地方部の方とかだとどうかっていうのは難しいんですけれど、都市部、まあ、首都圏、私は関西圏、南先生もそうですけれども、関西圏の場合だと、やはり校舎が何校もね、ございますから、
まあ、そういった意味で日程の調節がつきやすい、でどこでもその校舎行きやすいところに、まあ、しかもその駅ターミナル駅から近いところに割と校舎がございますから、まあ、そういった意味で通いやすい、でまたその振り返ることもしやすいというところがあるかなというのが正直一番レック、まあ他のね資格学校他のそういう養成講座やられてるとこもそういうところもあるかもしれないですけれど、そういう利点はあるかなというのがまず一つあります。で2点目は安心感ですかね。資格学校としてのやはり歴史がそれなりにあられるっていうことと、まあ実際そのまあ、自分の場合は他のことで、まあ、そういう、ね、資格の時に合格した経験がありますから、まあまあ、ちょっとね、よく宣伝で出てる合格のレクとかっていうのではないですけど、まあ、そういうところも含めて、まあ、慣れ親しんでるっていうところがあったのかもしれないですね。ありがとうございます。そうですね。まあ、関西圏、まあ、東京、関東の方もね、たくさん校舎ありますけど、ね、まあ、私ね、関西の方の人間なんですけども、まあ、関西には、JR でね、新快速っていうね、ちょっと速い電車があります、ね。速い電車が。はいはい。あれ乗っちゃうと、ね、結構、短時間でいろんな校舎行きますんで、はい、ね、で、今、だんだんと、他にも、ちょっと、今までやってなかった校舎で養成講座が始まったりとかっていうことで、まあ受講生さんのね、できるだけやはりこう受講しやすい環境っていったところを、まあ努力はしてますので、そこをね、まあ良かったというふうにおっしゃっていただけると、我々の方としても非常に、はい、ありがたかったと思います。であとね、レックもずっとね、資格取得のところをに、まあ、今まで担ってきた歴史っていうものにも関してもね、はい、気づいていただいてありがとうございます。はい。で、中島さんは、まあ、12回の講座をライブで受講されたということなんですけども、はい、ね、まあ、今いろんな事情でまあ、Zoom で受講されてる方も非常に増えてきてますけども、あえてライブで受けて受講してよかったななんていうこと、もしありましたら聞かせていただきたいんですけども。そうですね、逆に Zoom だとどうなるのかなと、うん、ちょっと養成講座の場合はどういうふうな感じで、1日とかですね、結構時間があると思うんですけど、まあ、半日区切りになるのか、そこは Zoom の講座を受けたことがないので分かりませんが、やはり、まあ、生の方がなんとなく臨場感というかですね、まあ、やはりそこは特にまあ、試験科目、まあ、養成講座と試験対策とはまたちょっと別個のものだっていうふうに、キャリアコンサルタント特有の形にはなってますと思うので、そういう意味で言うと、そこがなんていうんですかね、まあ、生でその実際に養成講座の中でもその実習としてロールプレイングを練習するっていう段階において、生の方が、まあ、Zoom でも全然ね、違和感は他の練習とかしてみてやって思うんですけれど、まあ、より生の方が全て姿勢であったりとか、本当に距離感とかであったりとかがつかみやすいので、まあ、そういう意味で言うと生の方が面白いのかなと、まあ、他の受講生さんの表情とかも見れて、そういう交友関係が結びやすかったりとかあるのかなとは思います。そうですね、今中島さん、交友関係っていうね、はい、言葉がありましたけど、中島さん実際あれですか、受講してらっしゃった神戸本校の方たちとなんか、まあ、つながり持ったりとかされたんですか？そうですね、もう本当にね、今、ズームも出ましたけど、LINE にしてもそうですけど、LINE とズームがあるおかげで助かりますよね。ですね、ね、はい、やっぱり私なんかこう受講してた、私もレックの受講生だったんですけど、もう10年以上前だったんでね、
携帯電話でもメールしかなかった時代だったんでね、今本当にもう手軽なね、形で、はい、つながりが持てるので、まあそういったところが、まあライブで良かった。で、あと私が印象に残ってるのは、もう中島さん、なんかこう疑問に思われたらすぐにこう、ね、ご質問していただいたような記憶があります。で、私がね、ちょっと、ね、こう表現がちょっとおかしな表現してると、あ、先生こうだよ、みたいな感じでね、おっしゃっていただいたのがありましたんでね。すごく、本当に、なんか、こう、まあ言ったら、クラスの学級委員長的な感じのね、なんか役割していただいてたんでね。非常に、やっぱり、あなんかれせっは、かいなんですね。なんか、やっぱりライブならではだなっていうのはね、はい、感じました。ありがとうございます。はい。そしたら、まあ、お話、まあ、ちょっと重なるかもわかりませんけども、養成講座の学びと、まあ、この資格取得ですか、それでなんか得られたものっていうものが、何かありましたら、はい、最後に、お話いただけたらなっていうふうに思うんですけども。養成講座で学びですか。はい、学び。そうですね。養成講座、養成講座ね、試験対策とはちょっとね、別個で厚生労働省がカリキュラムを決めて、こういうことをやってくださいっていうことが、まあ、大体大枠は決まってるわけで、だと思うんですけど、そういう意味で言うと、その試験対策ではないんですけれど、後々帰って、試験終わってですね、よく振り返ってみると、あの時にこう教わった理論がこうだったなとかですね、まあ、試験直前になって、どうしても合格したいってなった時に、やはりちょっと勉強していくと、なんかそういういろいろね、理屈的に、まあ、こういうのを実際にロールプレイングでこの技法を使ってみようとかですね、ロールプレイングの試験自体の時に。まあ、そういう時に、養成講座のテキストを読み返して、やはり見ることも多くてですね。で、実際に、あ、ちょっと養成講座と試験までの間があるので、そこで、まあ、時間とか、まあ、そういうところの時に、あ、先生、こういう時に養成講座の先生がこうおっしゃってたのはこういうことだったんだなと。やはりそこが、まあ、授業をしっかり聞いてることで、やはり、得れることっていうか、あ、こういうことが言いたかったんだな、で、こういうことが実際に対人支援をしていくとか、ご相談に来られた方に対して、こういうアプローチの仕方をした方がいいんだな、とかですね。そういうことが、やはり、養成講座のその理論の基礎だと思うんですけれど、まだそこが勉強の出発点だと思うんですけど、そこをやはりおろそかにしないことが大切だよっていうことを、まあ、やはり学ばせていただいたのかなって、後から気づいていきますね。ありがとうございます。そうですね。この資格って本当に合格、先ほどのね、冒頭でもお話しされましたけど、取って終わり、合格して終わりじゃなくて、合格、ある意味合格した後の方が大変と言いますか。もう、そうですね。ね。なので、そこに、改めて合格されてからね、気づいていただいたっていうね。はい。なので、ぜでひ、も合格することも大事ですよね。そうですね。はい。おっしゃる通りで合す。格してやったっていうのも大事ですか。はい。本当いくつになっても合格証書を届くと嬉しいですよね。そうはですよね。い。ね。なので、はい。これね、ご覧になられてらっしゃる方で、まだね、今から受験される方もね、ぜひ合格証書ね、お手元に届くとね、いいなと思いますので、ぜひ中島さんのお話を参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。ぜひね。いました。そしたら、中島さん、ね、いろいろとお話き、あのお伺いできた、非常に良い時間をね、過ごすことができました。はい。ね、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。そしたらね、ここで一旦ね、ちょっと区切らせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。